見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。特定の相手を批判するタブー。11月30日に56歳となられた秋篠宮さまは、これに先立ち記者会見を行った。小室圭さんのことを、夫の方、娘の夫、とお呼びになるなど、改めて小室さんへの嫌悪感があらわになったのだ。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。サル皇室ジャーナリストが言う、秋篠宮さまは、近代以降初めてとなる異例の結婚へと至った原因が、すべて小室さん側にあるとおっしゃりたいのでしょう。皇室の儀式が軽い印象を与えたことを申し訳なく思われるのも、そうせざるを得ないようにさせた小室さんがいけないというわけです。お答えの中で、週刊誌にも傾聴すべき意見がある、と述べられたのは、おそらく小室さんの知られざる問題を明らかにした記事を指しているのではないでしょうか。小室さんに問題があるのは言わずもがなだが、いかに、元凶、とはいえ、名指しで批判なさったことには大いに問題があるという。皇族方は従来、特定の相手を批判するという行為は厳に包まれてきました。お立場上、相手が致命的なダメージを受ける恐れがあり、陛下を頂点とする皇室にあって、他の皇族方は国民統合の象徴をお支えする立場だからです。どうにもかかわらず秋篠宮さまは今回、その境界線を踏み越え、小室さんに矢を向けられた。ダブルコート娘の夫、という呼び方にも、名前すら口にしたくないというお気持ちが現れています。これから事態が覆るわけでもないのに、儀式を取り留めるという判断をなさったご自身が、他人を非難することでお考えを説明するというやり方は、皇位継承順位1位というお立場にあることを考えれば由々しきことです。どう？リベラルで新鮮、と評されていた教育方針だが、また、ご家庭でのなさりようについても、今回のご結婚をめぐる騒動が、秋篠宮家の教育の帰結であることは疑うべくもありません、と指摘するのだ。秋篠宮家はよく言えば自由、言い換えればお子様方を縛らない教育を施されてきたと言えます。眞子さんも佳子さまも、学習院という従来の慣習にとらわれず ICU に進学され、悠仁さまもお茶の水女子大附属中で学ばれている。ご夫妻がお子様方の意思を尊重し、自ら選択なさる自由を与えられたということで、非常にリベラルな家風の見分けだと見られてきました。どう？ところが、悠仁さまのご誕生で状況は一変した。将来、皇位継承権がご一家に移ることになり、それに伴って眞子さんや佳子さまも一宮家のうち親王から、やがて天皇の姉となられる思いを立場へと変わられました。反対に、それまでは、リベラルで新鮮、と評価の高かった教育方針は、お子様方のわがままを許すものとしてネガティブに捉えられていくようになったのです。どう？